鶴ヶ地域鉄道部とは、福井県鶴ヶ市の鶴ヶ駅構内にある、西日本旅客鉄道の地域鉄道部の一つである、金沢総合車両所の管轄である。国鉄時代は、鶴ヶ機関区と称し、民営化後は、鶴ヶ運転所を経て、鉄道部制度の発足後は、福井地域鉄道部の一組織となり、鶴ヶ運転センターとなっていた。その後、2010年に、 鶴ヶが地域鉄道部が発足し、小浜鉄道部を合併して、現在に至る。鶴ヶが駅、小浜駅、鶴ヶが運転センター、鶴ヶが施設管理センター、鶴ヶが施設管理室、小浜施設管理室、鶴ヶが電気管理センター、鶴ヶが運転センター車両管理室から構成される。2008年度の組織変更以降、福井県内の JR 原業機関は、 北陸本線の県内全区間と、小美北線を管轄する福井地域鉄道部と、小浜線を管轄する小浜鉄道部の2鉄道部制となっていた。しかし、2010年6月1日に行われた組織改正により、鶴ヶ駅、鶴ヶ運転派室、鶴ヶ施設管理室は、福井地域鉄道部と切り離して、小浜鉄道部と合併し、鶴ヶ地域鉄道部が新設された。 これにより、福井県内の JR 原業機関は、県令北エリアの福井地域鉄道部と、県令南エリアの鶴ヶ地域鉄道部の2、鉄道部制となった。旅客車は、金沢支社を意味する、金と、鶴ヶの伝報略号である、鶴から構成された、金鶴となっている。機関車は、鶴ヶを示す、厚紙となっている。2021年4月1日現在の所属車両は、 以下の通りで、鶴ヶ運転センター車両管理室に配置されている。鶴ヶ地域鉄道部所属の乗務員は、鉄道部内の鶴ヶ運転センターに所属している。ありがとうございます。